めっちゃ長いよ。収まりきらないかも。はい、どうも皆さんこんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回は、玄玄さんにクイズに挑戦してもらいます。はい、おぉ、クイズ。クイズはね、分野によるからね。まあ、スポーツとか出されたらちょっとね、厳しい。あ、今回それ使いません。これ使わないの？うん。いやいやいや、大げさでしょ。いやでも、これじゃなきゃ足りないです。どういうこと？とりあえず、第1問目いきますね。はい。タイの首都バンコクの正式名称は何でしょう？ちょうだいのね。長いやつか。いや、フリップに入らないわ、それは確かに。タイのね、バンコクのね、正式名称ですね。いや、わかる。あのね、頭脳とかに向けてね、かなりね、ちょうだいを覚えたのよ。タイのバンコクの首都は、はい。これ普通にホワイトボードで収まりきらない可能性あるんだけど。はい、いきました。プルンテープ、プラマハーナコーン、アモンラッタラコーシン、マヒンタラユッタヤ、マハーディロック、コップノッパラット、ラーチャタニーブリーロム、ウドムラーチャニーウェイト、マハーツタン、アモンヒマン、アワタンサティット、サカタティア、ミサルカムプラシット。正解です。おー、よかった。ちょっとここら辺ね、不安だった。という、あ、ね、なるほどね。クイズ番組の定番。はいはいはい。超大語のクイズです。はい。わかりましたよ。わかりましたよ。ここからちょっと不安ですね。それでは、消してください。あ、これ消すの大変だね。毎回消すの大変だね。いや、これは、でもね、結構ね、頭脳に向けてね、覚えたのよ。だって、毎年出てるからね。おっしゃ、ちょっと楽しくなってきた。それでは第2問。はい。アメリカで最も長い地名として知られる湖の名前は何でしょう？ちなみにこれ長すぎて、現地にある縦看板も綴り間違えてるらしいです。ね、うん。めっちゃ発音しにくいやつね。ギネス世界記録とは別に、世界最悪辞典っていう最悪なものを集めた辞典があって、そのね、発音しにくい地名ランキング1位っていうのが知られてる。はい、書きます。はい。チャーゴグガゴグチャウグガゴグチャウバナガンガマグ。正解です。ありがとうございます。いや、楽しくなってきたね、これは。いいね、快感だね。OK。いける。これはいけるぞ。第3問。はい。世界一長いタイトルの絵画と言われている、サルバドール・ダリの絵のタイトルは何でしょう？ポーガで。ヘルピニャ駅。ヘルピニャ駅でしょ、答え。わかるよ。いや、わかるのよ。ヘルピニャ駅なんだよ。わかるよ。それの正式名称だよね。はい、わかりました。はい、書きます。めっちゃ長いよ、ほんとに。うん。収まりきらないかも。駅のまさに中心で、まさに中心で、なんだっけ、突如としてた。よし、ギリギリ収まった。合ってるかはわからんが、いきます。ポップポップ月並み派、大いに結構と題する作品の上に、半重力状態にいるダリを眺めるから、その画面には、冬眠の覚醒遺伝の状態にある二例の晩鐘の悩ましげな二人の人物が認められ、前方に広がる空は全宇宙の集中するペルピニャン駅のまさに中心で、突如としてマルトの巨大な十字架に変形するはずである。お見事、正解です。あー、よかった。楽しい。いや、ちょっとね、最後の方とか不安だったわ。これ長いから、それそのまま覚えると良くないっていうことで、あ、ここの絵画がポッポッポ、月並み派多い結構なんだっていうのを思い浮かべた上で、で、そこに浮かんでるなっていうのを全部ね、絵を思い浮かべて、その順に描いてたって感じ。なるほど。そう。意味を理解して覚えるっていうのじゃないと、これぐらい長いときついね。はぁ。消すのがね、一苦労。よし。はい。消しました。楽しくなってきたよ、本当に。ハイになってきた。それでは第4問いきます。はい。長いのくれ、長いの。パブロ・ピカソのフルネームは何でしょう？定番ね。パブロ・ピカソね。うん、わかるよ、長いっていうの。頑張ってください。はい。パブロから始まるんだ。
ディ・ゴンス・フランシスコ・ラ・パウラ・ファン・ネポンセ・マリア・ラ・マリア・ラ・マリア・デ・ラだ。違う、あぶねえ。マリア、ん違う、合ってる。はい、ラ・パウラ・ファン・ネポンセ・マリア・ラ。あ、違う、あ、デだ、デ。ラじゃない、デだ。危な。でも五感で覚えてたから、五感が出てこなかったらあれなんだよな。でも二箇所の穴埋めがある。トリニダード。うわぁ。ここね、ラティアス、ラティオスっぽいな、みたいな感じの五感で覚えてたんだけど、オス、だからラティオスのオスはわかるんだよね。で、レ、ボスレ、レなんとかオスなんだよな。ここに2文字入んだよな。はい。いやー、これはね、多分間違ってるわ。この部分が。じゃあ、とりあえず読むわ。はい。はい。パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ファン・ネポムセのマリア・デ・ロス・レクティオス・クリスティン・クリスニアン・デ・ラ・サンティシモ・トリニダード・ロイス・イティナソ。正解です。あ、でもね、ここでしょ、レクティオスのとこでしょ。正解はパブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ファン・ネポムセのマリア・デ・ロス・レメディオス・あ、レメディオスだ。クリスピン、あ、クリスピン、クリスピニャーのデラ・サンティシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソということで。じゃあここだね。ここがレメ、レメディオスか。イオスとクリスピン・クリスピニャーノか。そうです。ダメじゃん。まあ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 、こう、ここら辺が良かったね。中盤あたりが、こう、最初の方はなんと五感で覚えてて、最後の方もさ、あとちょっとだっていうので覚えるじゃん。これを覚えれば終わりっていうので、最後の方めっちゃ、あ、し、トリニダード・ルイス・イ・ピカソみたいな感じで言えるけど、ちょっと中盤だれてたね。まあ、ちょっと動揺は隠せない。まあまあまあ、これはちゃんと覚えておきますわ。復習が大事。頂戴も復習が大事。まあこれ言えても、披露する場はね、ないけどね、YouTube やってればあるけど。YouTube やっててよかった。はい。はい、みんなも覚えてね。あ、そう、はい、うん、消します。 OK。 それではラスト第5問。もうラスト OK。 もう次は正解するわ。世界一長い砲台が付けられたとされる映画は何でしょう。はい、ピーター・ブルック監督ね。わかるよ。違う、これね、去年の頭脳の答えだね。ほい、多分合ってると思うけど、女子がちょっとだけ不安そう。はい、行きます。マルフィドサートの演出のもとにシャラントン精神病院患者たちによって演じられたジャン・ポール・マラの破壊観察。正解です。あ、よかった。このね、2がね、デと迷ったんだよ。そこの女子が一番迷った。あ、よかったよかった。無事ね、去年答えられた問題しっかりと覚えてましたね。それでは頂戴のクイズ。はい、5問中4問の正解でした。まあ、いいんじゃない結構。ね、もう復習したから、頂戴語。そう、ピカソのね、本名でね。ピカソの本名も覚えました。どうでした頂戴語クイズ。いや、結構ね、楽しかったね。途中、ハイになってきた。こう、ね、長い単語言えるとかっこいいじゃん、単純に。それがね、ちゃんと今回発揮できてよかったですね。はい、ということで、今回は頂戴語クイズやってきたんですけど、面白かったと思う方は、ぜひチャンネル登録、高評価、あとこういう動画撮ってほしいっていうのをコメントを残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。